日本福島県藍津若松市昭和町昭和町は、福島県藍津若松市の町。郵便番号は965-0038。藍津若松市街地の中部北部に位置しており、東側のあよ町、小街町と西側の中央の間を町域とする。町名は、住民の意思による。藍津盆地南東部に位置する藍津地方の中心都市、藍津若松市の北西部に位置する。 周辺の地域とともに阿賀川の支流、湯川、せ瀬瀬ぎ川などやその支流により形成された、戦場地上に発達した藍津若松市街地の一部で、ある。東は、あよ町、小貝町、西、北は中央、南は、馬場本町に接する。江戸時代、藍津藩によって、周辺の地域が収められていた。当時、現在の昭和町周辺には、甲賀町、千剣堂。 馬場町、上、川原分などが存在していた。各町、町分の外洋高賀町、高賀町は若松城下の城郭外北部、当時の上町に属する町で、南側は高賀町口、北側は滝沢組町に接する幅島あまりの通りであった。そばで町として大区町があったほか、高賀町は分6年間の成立で、 ガモウジサトが日野から移住した商工業者を置いた町であるとされる。このため、かつては日野町と呼ばれていたが、加藤氏が甲賀町と解消したとされる。千剣道千剣道は若松城下の城郭街北部、当時の上町に属する町で、大町、馬場町の北側に位置していた。千剣道、木戸千剣道、四雲寺前通りなどの地名があり、浄土宗の清国寺、 新林寺、上禅寺、新州の蓮華寺、本密寺、福祥寺、万福寺、総東州の死雲寺があった。これらの寺院はそれぞれ城郭閣,閣外の造営の際、城郭閣,閣内から移転したものが多いとされているほか、当庁の地名はかつて周辺に千軒の家があったことによるとされている。また、河西域には民家がなく寺院があるのみだったとされる。 ババ町ババ町は若松城下の城郭街北部、当時の上町に属する町で、ババ町口の角門から北に向かう幅5軒余りの通りであった。そばで町として、和ず町、2の町、3の町、4の町、5の町があり、ババ町の内五の町から北を、ババ名古屋町と言ったとされる。ババ町は、ガモ宇治里により収められていた文禄元年に移転されており、 それ以前には、若松城郭内にあったが、若松城郭内に移されたとされている。馬場町は、当時の若松城下において、商業の中心地で、塗り職人をはじめとする職人などが住んでいた。また、一と八の日には六歳史が立っていたとされている。上、河原文城河原の分は若松城下の東、黒川町分に属しており、滝沢町の北に位置していた。 火星年間には三軒の家があり、長文内の田の中には、盆地の石踏みがあったとされている。また、上河原文とも書いたほか、文化15年で700国余りであったとされる。明治時代に入ると、江戸時代からの若松城下の町は再編され、甲賀町に千見道の一部が編入され、若松甲賀町となったほか、馬場町と千見道のそれぞれ一部から若松馬場。 名古屋町が誕生した。また、これらの町名は、1889年まで若松を鑑賞していたが、その後は若松を鑑賞していない。その後、1889年に町村制の施行によりこれらの町は若松町の町となり、1899年には若松町の市政施行により若松市の町名となった。また、明治時代に、 石上分、戦国町分のそれぞれ一部から石道村、海古用具村、上、川原分のそれぞれ一部から、上小貝村が誕生する。石道村は英和村、町、北村、上小貝村は小貝村、一気村を経て、会津若松市の一部となり、後に一部が、東町の一部となる。1951年の若松市による町北村を、編入などを経て、 1955年には、当時の若松市と、高野村、一木村、高座市村、門田村、東山村、大戸村、港村が合併し、合津若松市となる。これより、甲賀町、馬場名古屋町など、周辺の町は、同市の町となる。その後、1960年代に入ると、合津若松市の住居表示が実施される。これにより、1966年に、 甲賀町、馬場名古屋町、町北町大技、石道、一気町大技上古街のそれぞれ一部により、昭和町が誕生する。2017年8月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。町内を通る合津若松市道で、合津乗り合い自動車によるバスが運行されている。系統、ありがとうございます。